ルイス・バラガン、ルイス・ラミロ・バラガン・モルフィン、ルイス・ラミロ・バーラガン・モルフィン、1902年3月9日から1988年11月22日は、メキシコ人の建築家、都市計画家、水面や光を大胆に取り入れた明るい色の壁面が特徴的な住宅や庭園を多く設計したことで知られる。また住宅開発を手掛ける開発業者としても成功した。 彼の建築の基本は、白を基調とする簡素で幾何学的なモダニズム建築であるが、メキシコ独自の、例えば民家によく見られるピンク、黄色、紫、赤などのカラフルな色彩で壁を一面に塗るなど、要素を取り入れ、国際主義的なモダニズムと地方主義との調和をとった。また庭園や屋内に水を張った空間を取り入れたり、建物に、 溶岩やメキシコ独特の植物からなる庭園を作ったことも特徴出る。バラガンは正式な建築図面をほとんど描かず、イメージスケッチによるデザイン、設計を行い、そのイメージスケッチをもとにアシスタントなどが図面を描いたとされる。1902年メキシコ第二の都市ハリスコ州、グアガラハラの地主階級の家に生まれる。父、ファン。 ホセバラガンが購入した同州のマサミトラの大農園で少年時代を過ごす。1919年にグアガラハラの自由工科大学土木工学科に入学し水力工学を専攻。1923年に卒業した。技術者を目指していたが在学中にほぼ完全な独学で建築を学んだ。父の援助により1925年から1927年に かけて、スペイン、フランス、モロッコと広範囲にわたる旅に出た。フランスでは、パリ万国博覧会で、作家、造園家のフェルディナンバックと知り合い、彼の作った庭、レ・コロンビエール及びその著書に触れ、ランドスケープアーキテクチャーの重要性を学び強い、影響を受けた。スペインでは、アルハンブラ宮殿、ヘネラリフェ宮殿、イタリアでは、ビラの庭を訪れ、 地中海文化から強い影響を受けた。1931年に再度ヨーロッパへ出かけ、フランスで建築家ル・コルビュジエの講座に出て、モダニズム建築を学び、サボアテイ等のル・コルビュジエ設計の住宅を訪ねた。ドイツでは、バイセン法富士イードルングを訪ねた。それらも、また彼に強い影響を与えた。1927年から1936年にかけて、彼は、 グアガラハラで実家の農園の管理を行いながら、一家の長男ファン、ホセの下で、コルビュジエとバックの影響を受けた住宅等を多数設計した。1935年に活動の場を首都メキシコシティへ移した。1936年、農地改革によって、グアガラハラに所有していた土地を失う。彼はメキシコシティに自宅を建設し、オルテガテへ、 カーサ・オーテイが、最初の時辞九百四十三年、および死ぬまで住んだ家であるバラガ安定カーサ・ルイース・バー・ラガン、九百四十七年から九百四十八年、庭園設計など様々な建築的実験を、試みた。九百四十五年、彼は、メキシコシティの南部郊外の溶岩大地、エル・ペドレガル・デ・サン・アンヘル、ペドレガル・デ・サン・エインジェルにおいて、 郊外住宅地の都市計画に取り組んだ。この土地は約2500年前に起きた火山爆発によってできた溶岩に覆われた土地で、当時は買い手もつかない荒れ果てた土地であった。バラガンはこの荒れ地に注目し、投資家と共同で購入し、分譲住宅地として販売した。これが当たり、以後彼は住宅開発の計画家として数々のプロジェクトを手掛け、 大きな成功を収めることとなった。1952年、同じく、メキシコシティ南部のトゥラルパン、トラルポーにある歴史的建築、カプチーナス修道院礼拝堂、カンベントでラスキャプヤッチナズサクリモンテリアスの再建、改修工事を受け負う。以後7年にわたり彼が資材と心血を注いだ、トゥラルパンの礼拝堂、1953から60は、 暖色に塗られた簡素な造形の礼拝堂内に光が溢れる彼の代表作の一つとなった。1957年、彼はメキシコシティ北部郊外の都市、ナウカルパン、ナオコルポーンに同年建設された中級、高級住宅地、シーダードサテリテ、シーダードサテリット、衛星都市の高速道路の中央分離帯にランドマークとなると、 サテライトタワーを設計した。これは、画家のヘスレイエス・フェレイラ、ジーゼス・レイエス・フェレイラと彫刻家、マティアス・リッツ、マチアス・ゴー・リッツとの共同作業でできたもので、様々な高さと様々な色、赤、青、白、木の断面が三角形の四角い等であり、見る角度によって様々な表情を見せるものである。同じく1957年、彼は住宅地、 ラスアルボレダス、ラスアーベレダスを、シューダードサテリテの数キロ先に設計し、噴水なども作った。1964年、同じくシューダードサテリテの近くに、ロマスベルデス、ローマスベルデイス、緑の丘という中級住宅地を設計している。1975年、彼は、最後の作品となる住宅、ヒラルディテー・カオサジーラービを設計する。 屋内にプールを設け、光が室内の様々な色の壁や水面へ降り注ぐ空間は彼の集大成とも呼べるものである。1976年にはニューヨーク近代美術館で開古展が企画された。建築家エミリオ・アンバースの表した同展のカタログ、ザ・アーキテクチャー・オブ・ル・イース・バーラガンによって、バーラガンは晩年になり世界的な注目を浴びることになる。 1980年には、プリツカー賞受賞。1982年、パーキンソン病の悪化のため引退。1988年に彼は、自宅で逝去した。86歳。彼の自宅、アトリエであったバラガンテイは、2004年にユネスコの世界遺産に登録された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。